この間箸あったんだね。箸はその副話術みたいなこと出してないけど、喋ってなかった。あ、喋ってなかった。完全に無言や。で途中で喋る喋るんかいよ、答えてみんな突っ込むの。はい、今日は、6月の25日浩司の誕生日でございます。はい、おめでとうございます。さあ、鉢植えの紹介やっていきましょうか。はい、はい、あ、今日はこれミカさんの仕入れです。あ、いいね押してね。はい、はい、三重県の、三好園芸さん、うん、シェフレラ香港じゃんじゃん。風がないやつやね。スタンダード香港やね、うん、あのボリュームの割にあの香港って結構お買い得なんや、ね、あ、本当にそう。お買い得。しかも暑さにも寒さにも強いし、い病気にもなりづらいです。みんな待っとったでしょ、はい、これを。はい、出ました出ました、リュウカエンさんのサスペディアロレンチじゃん。野菜、はい野菜、これちょっとケースは入れ替えるけど、はい、うん、角鉢はね、角鉢用のなんか鉢に入れるのね。あ、形側そうですね、はい、こだわり。いや、本当に根を折れますね、サンスベリア。三重県の、北川園やね。アラリア、じゃん。アラリア、これもね、結構意外とリーズナブルですよね、大きさの割にはね。うん、あ、確かに、うん、だけど、結構ボリューミーやからいいと思います、はい、あれはお家の中で飾ってください。はい、和歌山県、山口園芸さんのこれにゃーんにゃーにゃー何回も猫です。はい、和歌山県の西崎さんのペンタ。西崎さんの好きやね。じゃーん、綺麗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 、うん、すごいプシーってなってる、うん、この高さの加減わかる、うん、わかるわかる。でつぼみ加減わかる、わかる。で横にこれね、ちゃんとつぼみがついてるんや、うん、見えるかな。ついてるついてる。せやね、うまいね。めちゃ綺麗。うまい。うまい。はい。愛知県の夏目さんのひまわり。夏目さんでひまわりってめっちゃいいやん。うん、じゃーん。めっちゃいい。我が輩は猫である。はい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 。ひまわり。はい、ひまわり。アジアンババサの。はい。え？これはババゾノ。これなんて思って？ん？竹農園さん、うん、なんでアジアン、あ、アジアンアジアンババゾノ。アジアンためやか。アジアン、私ババゾノさんって言う人かなと思って、これババゾノって読むんかなと思って。さすがの私でも分かった。アジアン、これはフレグランス？はい、フレグランス。はい、フレグランス。はい。パパパパっていうフレグランス、ね。これは私大好きやからね。ルーシーの方がちょっとコンパクトやんね。そう、うん、これかわいい。これあのちょこっとこう切って、うん、アレンジに入れてもめっちゃかわいい。これいや、ムー、アレンジ作らないもんね。顔がムーやわ。今魂がちょっとあの違う方向どっか行っとった。はい、はい、愛知県のこれね、みずほじゃない、違う、いつも、いつもあの箸が読み間違えるやつ。山頂やった、ね、山頂のボタン怒られる。仕込んのボタン、はい、じゃん、はい、うわすごい、つぼみ、つぼみをついてるね。これよりついてるんちゃう、うお、ついてる、うん、すごい、もう開きそう。そうやね、開きます。開いたら開いたで売れるん、うん、あ、それめっちゃ可愛い。これいいしょ。はい、これ今日のピカイチちゃう、ピカイチ。奈良県、花金剛さんのハイビスカスアジアの風、じゃん、めっちゃ可愛い。綺麗ね。これ黄色綺麗ね。綺麗、うん、このほんでつぼみがこのコロンとしてるのがほんと可愛い。つぼみがオレオのお尻みたい。ほんまやね。ほんとコロンとしてる。はい。はい。はい。野菜。和歌山県の唐辛子、トレジャーズ、じゃん。色綺麗。綺麗ね。だんだん発色良くなってきたね。ほんまやね。この間クリームっぽかったけど、ね、今回だいぶ赤っぽくなる。これ最終的には赤になるんでね、はい、食べれませんよ。はい、はい、鳥取県の大山育苗センター、マリーゴールドホットパック、じゃん。ホットパック、おー、ランチパックみたいな。ホットパック、ちょっと少林タイプ。はい、うん、かなり予算上がってます。うん、一つでたくさん上がってます。あ、買ってる、はい、三重県の亀井さん、亀井園芸さん、
ジニア、リネアリス。ちゃんかめい。綺麗めっちゃ。いいね。鼻つき。うん。これいいよね。これ夏場俺結構あの咲いた綺麗やと思うんだけど。いや綺麗ですよ絶対。この間お客さんに、うん、あのマリーゴールドってちょっとこう一輪取れたら花ススとするよねって言って、うん、似たような花ないって言われてあれを勧めて、うん、めっちゃ良かったわって褒めてもらいました。おーよかった。はい、奈良県吉田園芸さんのベゴニャー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 今日アンゲロニアないわ。ゲロニアないわ残念。ニャーニャー言われへんはい、奈良県の花の栄光さんヒッポエースです。じゃん、おお、あなんか涼しそう。めっちゃ綺麗にグラデーションになってる。4色やね。うん、これ一緒かと、だんだんだん一緒かと思いきや違う。そう、めっちゃ綺麗。綺麗ね。これ好きやね。はい、あ、ほんまに好きですね。岐阜県のフローラー島部さん。え、今なんて言った？島部。今ネイティブすぎてわからへん。フローラ島部さんって言ったよ。フローラ島部さん。2月ベゴニア。ニヤ。ニヤ。黄色がもうちょっと多くてもいいんやけどね。黄色。でも赤もスカッとしてる。うん、綺麗ですね。色が綺麗、ね。ピンク多め、うん。でもあの暑いとだんだんね。早く売らなあかんのよ。そう、わかる。暑さはね。ベゴニア本当にね。適温からちょっとやっぱ外れてるっていうところがね。わかる、ね。今回これ綺麗。愛知県トルグキョウ、これ可愛さやね。うん、じゃん。うわ。見て。めっちゃ綺麗。綺麗じゃない。トルコキキョウ。これすごいこれ。ほら。綺麗ね。いやもうセリー場で見て、うわこれは幼なと思って。光ってるわ。光ってる。めちゃくちゃ綺麗。すごい。綺麗ね。うん綺麗。はい。いやあれはいいわ。はい。はい、愛知県の今井さん、スパッティーフィラム。じゃん。はい。スタティはねどっちかって言ったら涼しそうやし、うん、寛容的にもね室内に行けるし ねこれからね寛容がおすすめですよ。そう暑いとね。暑いからね。はい、愛知県マルシューさんのポトスじゃん。はい、これ私も今日行った。いいね。うん、いいレンガ調のやつ今日は、うん、白のレンガ調。じゃあラスト涼しげ。はい、大阪府寺山農園さんポーチュラカじゃん。はい、花がだんだん咲いてきた。本当や、うん、しかもオールラベルや。そうやね、かわいい。しかもラベルもう言っとく一緒に。そうやね。あ、まあ、私のあれはいいよ、はい、で私からあ、そうなんや。はい、じゃあ私が呼んでいきましょう。私の仕入れ今日はちょっとしか勝ってない。吉住園芸さん、アナナスマグニヒカ。じゃーん、この間俺が行ったやつやね。そうそうそう、いや綺麗綺麗綺麗、めっちゃ綺麗。こうおうちのねおばあちゃんが大好きなんです。あー、チャンバーが、チャンバーが大好き。チャンバーおすすめ。これまあ1ヶ月ぐらいね花持つからね。よし、これまあこれが花じゃないからね、この白いのが花ね、これ、はい、でこれが終わったら、うん、これが終わったらここから切ったら、うん、またこれ横から出る葉っぱが、葉っぱというかこれが出てくる。また横から結構出にくいよそんな簡単に出るぐらいの勢いで言ってるけど、お客さん結構出す人多いですよ。ああそう、出るよ。それもプロなんじゃんで結局自分でしてる。はい、鈴木さん、これねアジサイ作ってる上手なところ、パニキュラータパネンカ、パネンカ、これ続きあるね、これ多分ハイドランジアやから、これあのアジサイ、ラミタアジサイみたいな感じやけど、動くないこれ、パニキュラータ、これよ、すごいね、いやすげえすげえすげえ、これちょっとね、持って取るからあれ、おーすげえ、これこれいいやん、すごくない、いやすげえすげえすげえ、これはいいだ、これいいね、普通のアジサイよりもいい、めちゃくちゃ綺麗。はいはい、いいやん。で、あともうちょっと買ってるけど、まあ終わり終わり終わりだ。フォトス一緒、うん、一緒。はいはい、こう入れます。はい、あということで、はい、ちょっとやっぱね30度超えてだんだんお客さんの数がね、うちもやっぱりちょっと減ってきてるかなっていうような
でそういった時はやっぱりある程度ねしっかりと管理できる分だけ店に置く、うん、いっぱい買って、うん、あ、うまい今なんかここに映ってるのを見えてえ、これタグがついとったっけぞ千賀さんの私の好きなやつやんあれと愛知県の千賀さんのクロトン、ね、クロトン、はい、これやらなそうやん、これこれいいめっちゃ綺麗やんそやねいいたまら2個あんねんほんとやほんとや、うんいやこれやらなこれやらな、うん、何やってるんですか本当ですよほら1枚で1つでこんなにいろんな3色ぐらいねいろんな色が、ね、緑と黄色とオレンジと赤、ね、いいじゃないですかはいまさかの忘れ物忘れ物はいはいまあちょっとね今からこうちょっと消極的にうちの店もだんだん観葉植物が増えていきますはい、ということで以上でよろしいでしょうか、はい、今日の朝もねいろいろ喋ったんで喋ったね、これより前にアップされるかなアップされる前にはい、まあはい、見てない人は遡って見てくださいはい7月の相場予想ねああそうやねしたねやはいあの他にもいろんなこと言ってるんでよかったら見てくださいはいということで終わります以上です